じゃあ始めます。はい、じゃあ最後ですね、今日の最後の説法ですけども、前回2回の前の内容はですね、善も欲しからず悪も恐れず、まあ、これが他力信心の極致、いわゆる阿弥陀仏に救われた世界ですね、まあ、これを端的にこういう言い方でおっしゃった。でこれはとても私たちね、凡夫では理解しがたいことなので、これをずっと解説説法された内容がずっとあって、で最後にこういう理由でさればこそ善も欲しからず悪も恐れずということなんですよということをですね、永遠とですね、説明していかれる。これ実際親鸞法然様が説法された内容をね、うまく私は、書かれていると思います、ね、では早速見ていきますね。凡夫淫情の慈悲をもって主因感化したまえる別願諸情の法仏法度へ五条等しくいることは諸仏の未だ起こさざる超世不思議の願なれば、たとえ独流大乗芸第一義の前期たりとも己が聖徳の善ばかりをもってその度に往生することを可能べからず、また悪鬼は元よりボロボロの仏法に捨てられたるところなれば、悪鬼また元悪をつどりと善としてつどりとして、その度へ望むべきにあらず、しかれば木に生まれつきたる善幕の二つ報道往生の徳ともならず筆ともならざる情もちろんない。さればこの善幕の木の上に保つところの皆の仏知を都度りと聖よりほかは皆の凡夫いかでか往生の徳もあるべきやと、まあ、難しい文章ですいませんが、よく聞かれたらね、なんとか分かるような感じするかもしれません。今から話していきますね。まずね、阿弥陀仏の本願というお約束の狙いは凡夫であります。一般凡夫、一般ピープルね、一般の私たち煩悩にまみれた一般の人を仏教で凡夫と言いますね。平凡な夫、平凡な男、平凡な人、ね、欲にまみれた、欲怒り愚痴のね、三毒にまみれた人を凡夫と言いますね。まだ悟っていない人はみんな凡夫でございます。これ悟るまではみんな凡夫と言います。で悟ったらね、凡夫の自覚はありますが、ここからね聖者もしくは菩薩と言いますね。ただ悟ったらね、我らは生死の凡夫川と親鸞おっしゃってね、川出ない、もう親鸞はね凡夫じゃないという言い方もあるんです。それは菩薩になるから。凡夫の自覚あるけどもね、あの仏心仏様の頃がありますからね、普通の凡夫とはまた違う面もあるんですね。泥凡夫の私以外にね、仏様を目指した方を菩薩と言いますがね、全ての人を救いたいというね、そういう願いを持った菩提心を持った人になりますから、ただ凡夫じゃなくなって菩薩になると、親鸞ならば清浄寿の菩薩になったと、凡夫じゃなくなって、こういうことがあります。我らは生死の凡夫ではないと、でも自覚としては皆さんと同じ凡夫だという自覚があると同時にね、これ木の人心であります。同時に法の人心でね、私仏を目指しているね、普通一般の人とはまた違う、そういう心が成長してですね、心が成長して、菩薩というふうに、生まれ変わっていきます。いわゆる方向性が変わりますね、価値観が変わりますね、今までね煩悩が、幸せだと思っていた私がね、価値観が変わってね、人々を幸せにすることが幸せね、こう仏法を学ぶことが、ね、真理を学ぶことが幸せというふうにね、変わっていくと思います。でこの弥陀の本願はですね、凡夫淫情の慈悲、ね、この凡夫をね極楽浄土に引っ張る苦しみの世界江戸からね浄土へね、悲願から悲願へね引っ張っていくのがこの阿弥陀仏なんですね。引っ張って、これ接待のこれ説なんですわ。浄、あの日本語の接待実はねここから来てるらしいね。接待って言葉はね元はねあの仏教の言葉なんですわね、ね、あの本当は接待といったら今でもねあの四国のあれね、あのああいう回ってる人になんかお茶とかなんかあげるんです、ああいうの接待というんですけどね、
やはりもうこの捧げなんか供養をするみたいな感じかな、うん、そういうところからこの字が生まれたんですけどね。これもその一部ですよね。引っ張って接待というかで、救い取ることをですね、接待しますよと、引っ張って接待するね、浄土にね引っ張ろうとする、この素晴らしい世界をねあるから、そこにね引っ張ってあなたを接待しますね。陰情の慈悲ね、慈しみね、幸せでありますようにね、悩み苦しみがなくなりますようにというね、心、大慈悲の心を持ってね、阿弥陀仏はね、やっぱり救うにはやっぱりね自分が修行しないといけないと。ちょうど例えば私たちならばね、本当貧乏に救うにはね自分が金持ちにならないと、ある程度ね働いて実力つけてね人に与えるぐらいのね、そういうことにないと人を助けられませんよね。それと同じ、やっぱり自分にそういうね善がないとね人を助けられないんです。だから菩薩はやっぱりね、あの修行してね人々を救うだけの徳を身につけてね、仏教で一応ね食べた功徳はね人に与えられるんです。また与えても減らないんですけどね、うん、そういう種まきが菩薩は必要なんですね。で皆さんもできればそういう努力してもらいたいんですけどね、そういう努力してないとやっぱりね自分が全然力つけないとね人を救えませんよね。で貧乏人がね生活保護を見てるものがね人を救うと言ってもねそんなんできませんよね。やっぱある程度富に恵まれたりね人徳もあってそういうお金や財産がなかったらね貧乏に助けられませんよね。ちょっとそんな感じで自分がやっぱりね徳を身につけないとね人を助けられない。阿弥陀仏はね、大変なご苦労されて修行をされるからね、次主因感化、原因を治める、仏になるためにね、皆さんを救うためにね、凡夫を救うために原因を治めて、修行の原因を治めて結果を感じるね、菩薩から仏になる、そういうね、本願を立てて本願が完成する、ね、原因を治めて結果を感じる、そういうね特別の願い、これ別だと言ったら特別の願いなんですね。もう阿弥陀仏がダントツのねすごい願いを立てられるんですね。特別の願いを立てて完成するね、成ずるところ、願いを立てて本願が出来上がってしまうと、法蔵菩薩から阿弥陀仏になられて浄土を建立される、阿弥陀仏になられる、そういうね法仏法度、仏として報いる、浄土に報いる、これはね本願によってね菩薩から仏になるんですね。阿弥陀仏はね、あの我々を救うためにあえてね、もちろん真理の仏もあるんですけどね、我々を救うためにね、この本願によって報われた仏、ね、生きた仏、そして浄土が報われる。これね、浄土もね、ちょうど皆さんで言ったらね、皆さん、例えば人を救うためにはね、皆さんの近くをね、浄土にしないといけないんですね。この幸せな世界を作ることによってね、自分に近づいてもらって幸せにする。これが本来の浄土の意味なんです。必ずね、菩薩はね、みんな浄土を持っています。これ本当の意味はね、皆さんができれば菩薩になってね、一人一人がね、皆さんが菩薩になって、皆さんの小さな家族とかね、そこをね、浄土を作っていく。これが本来の浄土思想です。これはね、龍二がおっしゃってるんですけどね、龍二が十字橋に書いてあるんですけども、浄土はね、この世なんですね。一人一人菩薩が、大乗はみんなね、皆さん全員菩薩になって、本願立てて、浄土をね、今この世界で作っていくんです。ね、その一番ねお手本が阿弥陀仏なんですけどね、これが本来の浄土思想です。だから一人一人がね仏と願行修行によってね仏というね、報いを受けて仏になって、ね、浄土ね願行によって報われた世界ね、これ願と行によってね仏になる、願と行によって浄土を作るんですね。これ仏はこれ人間の人格、土はこれ世界ね、だ必ず菩薩には絶対浄土がね離れないんです。ただ仏と土はこれねくっついてます、ね、人と世界だからね。でこれで人々を救うんですね。だから悪人ならばね、例えばね、あの難民でもね、あのいいところについていってあげてちゃんと育ててあげるみたいな感じ ね、そういう苦しんでる人をね自分のところにね、あの
寄せてあげたら自分は大変ですけども、それしか救う方法ないんです。いい環境を用意してあげて、良い環境を作ることによって悪しかできない人間がね、だんだん善ができるようになるんです。これが一応仏教なんですね。だから菩薩が頑張ってね、あなたが仏を目指して、あなたが浄土を作って、そういう仏教が求められる環境で、善がしやすい環境、悪をやめて善ができるような環境を作って仏になるんですね。浄土宗の教えはどういう教えかといったらね、一応死んだらね極楽浄土です。浄土はね、死んでから正常位なんですけどね、浄土に往生して六道満行を修行して仏になるんです。これが浄土宗の教えで、死んだの場合はね、浄土をね今に持ってきたんです、正常寺を。これが違いですけどね。言いたいのは、いずれにしてもね、浄土を作った目的はね、浄土があれば善がしやすくなるんです。悪をやめて善ができるところが浄土なんです。で、悪をやめて善ができるから仏になれるんですよ。で、種まきせずにやっぱりね、仏にはなれませんからね。だからやっぱり環境づくりが浄土なんです。これが本来の浄土思想ですから。それをね、やっぱりね、死んだ後というふうになった気持ちも分かりますわ。この世そんなんないから、うん、でもできれば平和な世界になったらね、この世をなんとか浄土をね頑張って、仏教が聞きやすい、善がしやすい環境を作っていくことによって、救おうというのがね、これが本当の私は浄土仏教だと思います。それをここでもおっしゃってますね。特別な本願が成就する、ね、願と行によって仏となり浄土になる、ね、願行が報われた仏、願と行によって報われた世界でね。だからこの極楽浄土はですね、五条を等しく、この極楽浄土はですね、菩薩円覚正門天人、まず人間ね、天人はこれちょっと人間よりもレベルの高いね、善ができる人を天人と言います。天上界、まず人間ね、そして天人、天上界の人、あと正門、声を聞いて悟る人、円覚ね、縁に触れて悟る人、菩薩レベルがもっと高いね、正門、円覚、菩薩と言いますけど、これを五条と言います仏教で。これで全ての人だから、ここには残念ながら地獄が鬼畜書は入ってないんですわ。仏法聞けないもん。やっぱり最低仏法はやっぱりね、聞こうというね、知恵とやはり能力なかったら無理なんです。だからやっぱりね、皆さん次また死んだ後もね、人間に生まれてくる必要があるんです、ね、最低人間に生まれ、もしくは天上界、一応仏法聞けますからね、ちょっと天人は難しいかもしれませんけどね、一応仏教では人間界、天上界、正門ね、声を聞いて悟る人、円覚、円に触れてね、悟る人で、菩薩、六度万行を実践して悟る人、どんな人もね、どんな人も関係なくね、弥陀の浄土はね、どんな人も入れるんです、ね、差別なく。5つの乗り物ね、菩薩浄、円覚浄、正門浄、天浄、人浄といってね、これにね、浄をつける。この前の乗るはね、人のことです。五通りの人ね、能力の違いがあってもね、みんな等しくね、浄土に入ることができる。これが阿弥陀仏のね、特別の願いなんです。これはね、他の仏にはこういう本願はないんです。他の仏様はね、条件付きなんですね。能力がちょっと低いからね。阿弥陀仏は抜群の能力があるから、どんな人も差別なく救えるんですけどね。やっぱり医者でもそうでしょ。やっぱりピンかキリありますよね。ね、能力あったら難しい、ね、手術もできますように。仏でもやっぱりね、ちょっとね、慈悲はみんな同じやけどもね、慈悲はみんな変わりませんが、知恵、能力の面においてはちょっとね、やっぱ差があるんです。それでこの後にね、等しく入ることができるのは、諸仏が未だ起こしていない超世不思議の願だと。これ弥陀本願はね、諸仏ね、たくさんの仏様おられますけどもね、大宇宙には諸仏方は未だかつてね、起こしたことのないね、世を超えた、これ阿弥陀仏だけはね、十方至上ね、全員を救おうという本願なんですね。だからよほど自分にね、修行の苦悩がないとダメなんです、ね、悪人救うにはそれ以上の、ね、善が自分にないと、根気がないと ねどんだけね、ねもう解いても解いても聞かない人間であってもね、絶対諦めずにね、ひたすら善をね、
悪で返してきてもね、善で返すんですね。ひたすらね、ね、やられてもやり返さずにね、ね、ケチな人にはもうね、施しで、怒りに対してはね、慈しみで、嘘に対しては誠の言葉で反対で返すことによってね、相手をやっと変えることができる。こんな本がなかなか立てられませんからね。世を超えた不思議、想像できない不思議、思い測ることの負荷できないね、本願が阿弥陀仏の本願であるから ね。これは諸仏が未だかつて起こしたことのない世を超えた想像できない本願が阿弥陀仏の本願であると。だからこの本願はね、あの善悪関係ないからね、たとえね、独住大乗芸第一義、これ何か言ったら、これカムル秘経になるんですけどね、カムル秘経ではね、上品上生といってね、あの上品な人、いわゆる優れた人はね、ね、独住大乗ね、大乗経典を読んでね、そらんじる、めったいませんよね、こういう四十世典読んでよね、もう暗記してると、読めるという人ね、こういうね、大乗仏教の深い経典をね、読んで字はこれそらんじる、暗記する、そういう優れた前期、優れた人、もしくは芸第一義、深い深い仏教の真理をね、第一義と言います。仏教の本来の一番目の意味ね、本当の意味、お経の意味ね、仏教の本当の意味の真理をね、これ理解の芸、理解する、仏教の真理がね、理解できるぐらいね、まあね、まあ皆さんかもしれませんけどね、もうね、神戸大学に入るとかね、東大京大みたいな優れた頭を持っている人であってもね、関係ないと。善期たりともね、己が聖徳の善ばかりを持っては、あ、やっぱりね、ある程度ね、この世のね、人がやっぱりね、過去世からのやっぱりね、種まきあるんですね。まあ勉強でもそうですけどね、まあもともと悪いとも言います、大体やっぱりね、過去世から言う場合もあります。あるいは幼稚園の頃からね、親がしっかり教育することによってね、勉強する習慣がある人は小中高とね、うまくいきますよね。でこの場合はね、過去世、己が生まれながらの善があるとも言いますから、以上、皆さんでもね、根性だけじゃないんですよ。やっぱり過去世絶対なかったら今ね、仏法を受けませんから、やっぱある程度善なかったら普通は仏教無理なんですわ。でこれはね、己が聖徳、これ生まれながら得られた善ね、一応中にはね、このね、大乗経典が読んで理解、丸暗記してね、仏教の真理が理解できる、そういうね、善の人であってもね、その己が過去のね、生まれながらの善で、だからそれで、だからといって浄土、その土へ往生することはできないんだと。いくらね、善人であってもね、それだけでは浄土いけませんね。やはりね、仏知を募ることが大事なんですわ、悟りにはね。いくら皆さんが善人であってもね、ある程度善後があってもね、それでは浄土にはいけませんとおっしゃってます。その度、浄土には往生することは可能べからず、できませんと。今度反対も同じね。今度はまたね、悪鬼は悪い人ね、悪い人は元よりね、悪い人間は元からね、もろもろの仏法に捨てられたるところなれば、もう悪人はね、もう諸仏からね、もう助けられません。もうね、もうだんだん話しても理解できなかったりね、もう悪を強い人はね、もう理解が難しいんですわ。仏法の教えはね、もう跳ねつけてしまってね、時間かかります。だから普通ね、諸仏方はね、普通の人はもうね、悪人も助けようという気持ちがなくなっていくんですね。ちょっと勉強できない子にね、教えてもね、やる気ないからね、だんだん教える気持ちもなくなっていく感じ。でも阿弥陀仏は絶対諦めませんけどね。で普通はね、悪人にね、接したらね、もうやる気なくなります、教える人はね。また悪鬼はね、元よりね、もろもろ仏法に捨てられたる、ね、もうね、どうしようもないやつやということで、捨てられたところであるからね、ね、悪鬼はまた、悪を募って、その度に臨むべきにあらず。だから、ね、悪人がいいわけじゃない、もちろんね。悪人も救われますけどもね、悪人がまたね、ね、お、悪人が救われるから、悪やろうぜという人も、バカ者がいるんですね。あの、乱の本が聞く人はね、ね、悪人が大好きやというふうにね、こう説法があるんですわ、ね、浄土仏教ではね、ね、あなたような、ね、悪人が大好きなのが阿弥陀様やと聞いたらね、聞く者がね、お、阿弥陀様は悪人が好きなんかいうことで、よし、もっとやりまくれいうことでね、
ね、ね、生だいながらね、なすびを取る人もいるそうですね。ね、ご賞願いとなんかいうのがあるんですけどね。ね、何万だ何万だ、こんな悪人をね、救ってくださるんで、ね、私はなすを盗む、ね、私は悪人でございますということでね、こんなバカ者がやっぱりね、あの昔あったそうですけどね、今もそういう人いるかもしれません。これをおっしゃってるんですね。悪鬼はまた悪を募りとして、悪をやって、悪を募って、悪をやって、それで望むべき、そんなこともありませんよと。ね、悪人が好きだからといって、悪をしたら助かるんじゃありませんからね。これ自分の姿がやっぱりね、知らされることが大事。あの悪いことして絶対ね、自分の姿知らされませんから。まあ、真面目にね、善に励んでこそね、自分の気づかない悪が見えるんです。だからやっぱりね、仏教はやっぱり、ね、善に励まないと。励んでできる人もあれば、多くはできないけどもね。でも、真面目に善に励んでいくと、今まで気づかなかった自分のね、悪鬼、自分の気づかなかった未熟な自分の姿が知らされて、それを信頼するには、極重の悪人とかね、一生悪を作ってるとおっしゃったんやってね、これを常識で理解したらダメですよ。法然様もね、私は愚痴の法然坊、十悪の法然とおっしゃってますけどね、本当にね、法然上にね、愚痴ばっかり言うとかね、そんなことはないですから、もう形では抜群ですよ。ただ心をね、深く見つめられて、皆さんと同じだとおっしゃったんですね。このね、自覚の問題なんですね。自覚がとてもね、あの法然親鸞様は深いんです。形ではできてもね、心からなかなかできない自分を知らされて、私は悪人だなとおっしゃるんですね。それは形だけね、あの言葉でとってですね、あの悪やりまくっとったには話になりませんけどね、悪やっとって絶対自分の姿は分かりません。やっぱり真面目に善に励んで初めてね、私は悪であるということが実は知らされるんです。でここで言いたいのはね、このあと ね、もう過去はもうどうしようもない。生まれながらね、善人もあればね、悪人もいますね。生まれつき皆さんでもね、もうすでに過去であるって決まってる面もあります。でもそれはね、関係ないんです。これ弥陀の救い、悟りにはね、過去の種まき関係ないとおっしゃる。これが次にね、しかれば木に生まれつきたる善幕の二つ、報道往生の徳ともならず、質ともならざる情もちろんなりとおっしゃってね、ね、結論の部分ですけどね、しかればですからね、木、皆さん心ね、一人一人木に、皆さんは生まれながらにしてね、善行悪行ね、二つありますね。ある程度皆さん良い種目があったから今の幸せがあると思いますけどね、またそうじゃない方もあるね、生まれながらの性格とかね、あの荒屋市に収まってる善幕のね、量というか質もね、みんなバラバラです。でもそれはね、仏法の直接のね、この悟り、弥陀の救いにはね、関係ないと言い方されるんです。善幕の2つはね、報道往生、これがあなたの過去の今までのね、善幕が報道往生の、それがあなたの報道往生に間に合って得られるというわけでもなければ、この悪だから報道上が質失われるということでもないと、これはもちろんでやるとおっしゃるんですね。まあ、ここはちょっと思うかもしれませんが、実はこれ両方あるんですけどね、一応はっきり言います。この後実は話があってね、祝善がなかったら絶対ダメなんです。祝善といったらね、やっぱ過去世ね、ある程度良い種まきしてこないとまず仏法を聞けません。全く善なかったらね、仏法絶対無理です。ただやっぱりね、過去世でやっぱりある程度良い種まき、仏法を聞いてきた、そういうものも絶対必要だという教えも仏教にはありますね。やっぱり過去の種まきが影響してますから、だからといってね、もう過去で決まってしまうわけじゃないとね。今ね、善人悪人いますけどね、でもそれとはまた関係なくね、あなたがね、今どれだけ仏法に対して謙虚な気持ちで臨むかということを言いたいんです、ね、この体験をした各の証人親鸞様はね、これも関係しますけどもね、これもちょっと矛盾に聞こえますけどもね、関係ある面と、しかしここではね、関係ないと言い切られる、ね、どんな人も救われるから。善幕の2つ、報道上のね、この過去のあなたが善人か悪人か、それが報道上が、ね、得られるとか
失うという、どちらともね、徳ともなりませんし質ともなりません。情はもちろんでやると、関係ないという方でね、それでどんな人も救われると、ね、今仏法を聞いてる時はチャンスなんです ね。過去どうであれね、今皆さんがね、仏教から言ったらね、謙虚な気持ちで聞けるかどうかなんです、ね、悪を認めるかどうか、ね、言い訳するかどうか、ね、正当化するかどうか、ね、我を通すかどうか、こういう言い方をするんです。お釈迦様にこれお経を読んだら書いてあるんですね、あの初期経典にあるんですけどね、あのこう書いてあるんですわ。下脱の条件何ですかという問いに対してお釈迦様はね、一つに絞られたんです。それは謙虚な気持ちですと。やっぱりね、謙虚な気持ちなんですね。これがね、この後ね、弥陀の仏知を募るというね、ここにかかってくるんです。結局ね、救われる人はみんなね、謙虚な気持ちがある、学ぼうという気持ちがあるんですね。学ぼうという気持ち、これがあったら謙虚になるからね、悪もね、注意されてもね、認められるしね、あの言い訳もしませんしね、あの無理やりね、あの悪をね、善に善悪を変えてしまう、悪を正当化することもなくなります。そしてね、我を通すこともなくなります、謙虚な人は。だからやっぱりね、まあ、これはこの後にありますね、先ほど紹介したアングリマーラの話、初期経典に出てくるね、アングリマーラはまさにね、当時釈尊時代極悪人でございました。あんな極悪人、もう999人殺した、あんな極悪人がね、釈尊に巡り合ってね、釈尊の弟子一番早く悟り開いた、短期間で。ものすごいこの人はね、謙虚だった。そして悪をね、あの素直に認め、言い訳もせずにね、そして正当化せずにね、我を通すこともなかったからね、たちまち ね夜か一来か不言かあらかんかまで行ってね、釈尊褒められたんですね。我が弟子の中で一番早く悟り開いたのはアングリマーラであると、こういうことをね、お経におっしゃってるんですね。それを意識したり、この後にね、最後の後、僕の2つも話あるんだけどね、この後にその話が出てきて、これを裏付けるんですよね。だからアングリマーラから言ったらね、普通あんなね、合格人ね、そうでしょ、999人殺したんですよ。で絶対普通救われてたらおかしいですよね。でも仏教ではね、関係ないんですわ、ね、これはこうに言われますね。ね、仏知を集る、これが一番大事なんですね。この後にね、一応結論はね、さればこの善幕の木の上に保つところのね、あなたが善人であろうが悪人であろうが関係ない、善幕の木の上に保つね、しっかり保つね、保持する、保つところの大事なのは弥陀の仏知を募り、ね、阿弥陀仏がね、我々を救うために用意された南無阿弥陀仏ね、それをいただくね、弥陀の仏知を募り頼りとする、これ以外は方法ないと。悪人ならばね、これ以外には方法ないという言い方を最後おっしゃるんですね。だからまさにアングリマーラならば、最後おっしゃる方の教えをその通りね、素直に聞いてね、下脱まで果たされた。私たちもね、同じように弥陀の仏知を募り頼りとするより、他はこれ以外は凡夫はいかでか、どうして往生の徳分あるべきや、こんな凡夫はどうしてね、これ以外にね、往生が得られ、ね、自分のものになるか、これ利益のことね、徳分とは利益、往生の利益があるだろうか、凡夫は弥陀の仏知を、ね、募る、弥陀の仏知を信受する、ね、おなじみね、仏知をこれ募集の棒ね、募る、ね、頼りとする、弥陀の仏知を信じ受け取る、ね、これが一番の善、ね、これが最高善ですから、これ以外は凡夫はどうして往生することがあるだろうか、ありませんと。されば、ね、で最後にされば、ね、こういう理由でされば、悪も恐ろしからずとも言うし、また善も欲しからずというふうに言うんですよと。でこのあとね、また大事な話があって、で、アングリマーラの話があって、一応、話は完結するんですけどね。
まあ、ここで私、学ばせてもらったのはね、もうこの言い方をされることはですね、悟りはね、本当に過去はもう関係ない。そうでしょ、過去も問題しても意味ないですよね。ねえ、善があったらいいけど、なかったらしゃあないからね。だからやっぱり、もう過去はもうね、置いとくしかないんですよ。今、仏教はね、今なんですね。今、どれだけ真面目にね、この自分と向き合っていくか。ね。釈尊に言うならば、隔つに必要な条件はただ一つ。ね。謙虚な心で、素直に聞くことですよね。素直さ。まあ、このアングリバーラはね、やっぱり素直さはあったんですが、もともとあったかもしれませんね。下道の先生にね、鵜呑みにしてね、もう、真面目に聞いてしまったんですわ。ね、まあ、ちょっと純粋すぎたでもありますけどね。そういうこともあって、ものすごい能力ももともとあったらしいですけどね。もう学問も武芸も抜群でね。ただやっぱり過去世でそういう善があったと思うんですけどね。でも、今生ではそういうひどいことをしたけども、この釈尊説法によって、もう目を覚ましてですね、自分のね、まず罪悪をまず認めました。だから浄土真宗もね、ね、自分の罪悪をまず認めることが大事。アングリマラみたいにね、素直に自分の悪とね、照らされて認めました。悪を否定しない、ね、悪の罪悪を認める。そしてね、注意されてもね、言い訳をしない、ね、そして我を通さないね。それは違うということで我を、ね、我衆をね、通そうとしない。そして、言い訳をしないね。これいずれも私たちに大事なことですよね。どんどん成長するとは、ね、本当にね、言い訳しませんし、すでに悪を認めるしね、我を通さない。そういった能力も高まっていくしね、悟りも開ける。結局ね、仏教ではね、この知恵というのはやっぱりね、能力開発でもあるんですね。知恵、やっぱり能力なんですわ。能力といったらあれですけど、やっぱり真理が見えるかどうかですからね。だからやっぱりこの謙虚な気持ちがあったらね、知恵が得られやすいんです。謙虚な気持ちがあればね、この仏の知恵を体得しやすいですから、お釈迦様は、ね、解脱の条件は一つで、一言で言ったら謙虚な気持ちですと。これやっぱりこの話で私は一番学びました、ね、これでは書いてませんけどね、そういうふうに初期経典に書いてましたので、ね、これもそういう理屈ですよね。で、結論から言ったらここはね、関係ないと。全幕ね、もう過去は関係あるけども関係ないと、ね、今あなたがどういう気持ちで仏法に臨むか、今のあなたの、ね、仏法に対する姿勢で、ね、今、ね、悟れるかどうか、今あなたが幸せになれるかどうかが決まると。もう過去いくらで振り返ってもね、もうどうしようもありませんから。でも言えることは間違いなく、皆さんは仏縁があった、こういう説法に会えたのはやっぱりね、間違いなくね、祝電があったんです。ただそれを大事にしてね、あとはこの謙虚な気持ちでね、仏法を取り組んでいくということですよね。それがね、弥陀の本願にね、会えるかもしれないし、会えないかもしれない、ね、会えなくてもいいじゃないですか。進んでたら本当にね、罪悪減っていく道もありますから。ただ2つあるという意味で、私は2つあるでいいと思うんですね。本当に時間かけてだんだんね、減っていくという道もありますしね、バーンとね、この仏知を体得する、そういう道も二つ説いてるから、今ね、浄土真宗で揉めるんです。三眼天女夫の教えを説く人たちと、それをね、もう説かないね、十八眼だけで救われるという仏教がね、分かれてしまうんですわ。これ両方おっしゃってるからです。で、晩年におっしゃったのが親鸞聖人の教えはね、晩年三眼天女なんですわ。やっぱり仏教を広く学ばれてね、やっぱり仏教全体からでやっぱり三眼天女なんです、ね、でもそれもありだし、でもね、やっぱり法然様、白田最初バーンと救われたんでね、それでこの十八眼一本で解く道もね、少ないけども、そういう人もあります。ただどっちがどうか分かりませんけどもね、でもね、方向性は同じですから。長文ね、教えをしっかり文法することと同時に、念仏の実践と同時に、また禅もね、真面目に実践していくという、両方大事だと思いますね。一番はやっぱりね、ポイントはやっぱりね、この知恵を売るね、これが一番大事。知恵を売るにはやっぱりね、仏教でね、門なんですね。初期仏教ではね、大乗仏教でもそうですけどね、門師宗なんです。門師宗ね、これ一般の仏教でも言われますね。知恵を売る方法は仏教では聞くことと
あと思うこと、あと収めること、これが孟子衆の三会と言います。三会、これが知恵を売るね、三つの方法なんです。これ知っておかれたりですね。これ要はこれ知恵と同じ。親鸞はね、あの孟子だけ言われてますけど、孟子して知をすることをなかれと言われてますけどね、正確には孟子衆なんです。これをねやることによってね、だん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 ね知恵が育っていきます。弥陀仏智をね継がなくてもね、同じ身になることもできるんです、ね、ただポイントはね、弥陀の救いに会えたらいいけど、なくても会ってもね、とにかくね教えをねしっかり聞いていくことと、聞いたことをしっかり修行するね、正しく考えていく、そして教える通りね修行していく、収めていく、これ3つによって知恵が育って、やがてこれが悟りというね、八識の識がこの知恵に転ずるんです。これ知はね、これ識というね、あの分別心、分別心が、分別心なくなったのはこれ仏教の知と言います。ね、あの2つに分けない心、主観と客観を分けない心がこれ知恵なんですけどね。だから心が成長した心を仏教で識から知になったと教えます。だから大事なのはやっぱりね、聞く、周囲する、収めていく、これによってね、だん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 幸せになってね、煩悩もだんだん減ってきて、幸せになりながらね、進んでいくと、こういう道もありますからね。100か0じゃない方がいいと思いますね。両方結構同じ道は同じですからね。だから私は2つで理解してもいいかなと思いますね。まあ、三眼転入という教えもありだし、法然上人もね両方ねおっしゃってる感じがしますね。もう受話眼だけで救われるという教えもあるしね、また時間かけて進んでいくというのも法然上人の教えにはありますからね。だから両方ございますからね、別にね無理やりねこっちは良くてこっちはダメというふうに思わなくて、ね、仏教は本来一つだということで理解してね、方便がいっぱいありますからね、仏教は一つで理解して進んでいかれたらね、別にね、迷うこともないと思いますね。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。先生、はい、その作業が終わってはい。